夜勤が控えてんだよこっちは、バカ野郎。どうもおバットさんでした。部屋閉めてする。3対2で、ヤクルトスワローズにライオンズ負けてしまいました。カード負け越し、3カード連続の負け越しでございます。ベイスターズも強いです。ドラゴンズも強いです。ヤクルトスワローズも強いです。みんな強いです。そしてライオンズが弱いです。なんでですかね、いつからこんな弱くなってしまったんだライオンズよ。なんなんだ今日の試合も。あ、まあ、僕も今日昼間仕事で、帰ってきたら、8回表でしたけども、3対0で負けてた状態で6回7回とね、1点ずつ返しておいけるやんと思ったらね、8回9回あっさり0点で終わる。追いつかない程度の反撃。先発のライオンズ先発の平海馬、7回を投げ3失点自責点2、またエラーですね、エラー絡みの1失点。回で言うと5回の表ですね。ワンアウト2塁で、山内がサードゴロを打ちます。で、マキノンがさばいて、バッターはアウトになります。で、ランナーがサード行ってるのを見て、渡辺健人がサードに掘るんですが、それが悪送球になり、2塁ランナーの長岡がそのまま3塁を回ってホームインと。この1点がいらなかった。この1点が余計だった。さすれば2対2の同点だった。まあ、ただね、若手なんで、あそか勝負に行ったんでしょう。別件も。ね、あ、サード、あ、させると思ったんでしょう。いいことですよ。経験なんでね、これは。しかし、落ち着いてね。次やるとき落ち着いてね。ぜひとも落ち着いてね。まあ、このね、渡辺健人のエロアもそうですけど、2回の表ですかね。中村雄平の三塁線のあたり、あれベースに当たったんですかね。不運ですね、平海馬。この前の横浜戦もそうだ。平海馬。4対0でね、勝っててね、せっかく。8回でマウンド降りて、変わった途端打たれちゃってね。かわいそうに。本当に、不運だね。持ってないね。変わった途端ね、佐藤俊介、キノコ、打たれちゃってね。逆転されちゃってね、平海馬。かわいそうにな、平海馬。今日は、サードベースにも嫌われ、味方のエラーにもやられ、本当に運がないな、平海馬。で、ヤクルトの先発が、小沢玲治さん。よかったんですか？ピッチング今日の、ね、6回を投げ、69球、1失点。フォアボールも一つだ。なあ、省エネなピッチング。まあ、さぞよかったんでしょうね。よくなきゃ、納得せん。もう、本当に納得しない。スタメンで、まあ、栗山匠選手出てたんですけどもね。正直、栗ちゃん出すんだったら、ファーストマキノンに添えて、サード平沼でよかったんじゃないんですか？平沼スタメンで使おうよ！平沼使えやー調子いいじゃん、平沼。なんでスタメンから下げるんだろう。一日ちょっと打たなかっただけで。どうしてだろう。若林だって、4の0でも全然使うじゃん。だったら平沼だって使おうよ。俺別に若林を使うなとは言ってないよ。え、若手だからどんどんチャンスを与えるべきだと思いますよ。チャンスを与えましょうよ。使ってこうよ。調子いいんだし。なんでベンチスタート？いやー今日も工事でね、僕はびっくりしましたよ。なぜ、古市あげるのはわかるんですけども、愛斗をなぜ下げたんでしょうか？僕この、もういい加減栗ちゃんを下げてもいいんじゃないかなって思うんですよね。若手に、チャンスを与えましょう。栗ちゃんは、ねえ、確かにチームの精神的支柱というのはわかるんですけども、もう今のこの現状、ねえ、いつまで経っても、なかなかチームの雰囲気が正直良くならない。カードも勝ち越せない。こうなったら、やっぱりね、成績残してないベテランのクリちゃんは、一回調整も込めで、2軍に下げるべきでしょう。これでね、チームが勝ってればいいんですよ。別にクリちゃんの成績がどんなに悪かろうが、ベンチでチームを鼓舞しているから、これだけ勝利に、勝ちに繋がってるんだっていう風にわかるんですけども、負けが込んでいる。いかんせん負けが込んでいるんです。
あまりにもね、栗山匠というのをちょっと神格化しすぎてるんじゃないでしょうかね。ファンの人たちが栗山匠を神格化するっていうのはいいと思うんですけども、なんか首脳陣の人たちまで栗山匠を神格化しというか聖域化というかね、もう忖度している、これが良くないでしょう。金子雄二もそうですけどもね。まあ、正直僕だって辛いですよ、こんなこと言うの。栗山匠のファンなんですから。ね、ユニフォームだって持ってますし、辛いですけども。辛いんですよ。若手どんどん使ってこうよ。元気印上げろよ、それで。二軍から山野辺あたり。もう熊代さん上げてもいいよ、それか。ね、思い切って。選手登録ね。して、小松木さんみたいに。で、遅く一軍で、訓示してもらいましょう。ね、試合前に、はい。僕からは以上です。今日は、この辺で動画を切らせていただきます。あさってから、ビジターです。大丈夫でしょうか、ライオンズ。いや、ダメかな意外といいかもしれないね。意外とやるかもしれない、ビジターぐらいの方が。ね、ホームで全然勝てねえもんな。ホームで全然勝てねえからな。どうね、満員御礼の時に限って勝てねえわ、このチーム。ダメだね、プレッシャーに弱いんだね。ねえ、大観衆に弱いんだね。慣れてね。 I take to the ball game for チケットは取ってるんだ。 I take to the ball game君が勝利の女神さ。